グレート公式 YouTube チャンネル実験マッチ第4弾の模様をお送りさせていただきます。今回お送りするのは初の試みとなります、グレート所属選手による UWF ルールのトーナメントです。実況は私村田春夫です。よろしくお願いいたします。そして解説はグレートのエグゼクティブディレクター田村清さん、そして初登場となります伊藤孝則選手でお伝えします。田村さん、伊藤選手、よろしくお願いします。お願いします。それではトーナメント1回戦となる今回の対戦カードをご紹介しましょう。トーナメント1回戦第1試合 UWF ルールシングルマッチ30分一本勝負、伊藤孝則 VS 松井大二郎。さあ、まずは田村さんにお聞きしたいんですが、今回は UWF ルールでのトーナメントということなのですが、はい、どうなんでしょう、この UWF ルールによる、まあ、トーナメント、いわゆる勝ち上がり戦ですよね、はい、これっていうのは田村さんもリングス時代に経験があると思うんですが、はい、やっぱり普段の試合とは心構えが違うものなのでしょうか。そうですね、まあ一回負けちゃうとそれで、もうトーナメント自体が終わってしまうんで、これでもすごいですね、1回勝ったら準優勝っていうはい、準優勝です。収録はこうやって配信はね分けて、視聴者の方にはお届けするんですが、選手たちはいわゆるワンデートーナメントで戦っているので、なるほど、勝ち上がる選手は複数試合をすぐにしなくてはいけないという、はいはい、なるほど、はい、まあ、きついですよね、1日2試合っていうのはね、あの精神的にも結構きついと思うんですよ、ね、はい。そういう場合っていうのはその UWF ルールにおけるその1日複数試合っていうのは、はい、まあ、いわゆるどの試合でも消耗というものはかなり激しいと思うんですが、 UWF ルールではどうなんでしょう。急入魂じゃないです、もう1回戦も入魂で、2回戦3回戦は考える余裕ってないと思うんですよ。だから1回戦のもう1試合与えられた試合をこなして、まあ、そういう結果が出ると2回戦に続いていくので、多分、まあ、僕の今までの経験でいうと、あの1回戦勝ち上がらない限りは2回戦いけないので、もう1回戦で、もう自分の力を出し切るような気持ちで試合をやってたと思うんですけど、だから僕はリングス時代32人かな、知らないでしょ、俺トーナメント出た2000年ぐらい、今から21年ぐらい。メガバトルトーナメント。メガバトルトーナメント。あ、KOK です。あ、KOK の子ですか。はい、KOK を32人。それワンデーではないですか。ワンデーじゃん。32人だから、A と B で16人ずつになって、で、A ブロックのトーナメントで16人でまたトーナメントして。で、2回勝つと、8人、ファイナリストとして。まあ、それもどっかで見て。俺が言ってるのは2000年ぐらいの KOK のトーナメント。はい、わかります。はい。まあ、しかもね、リングスの試合映像ってね、なかなか選手も含め、ファンも含め、しっかりとした形で見るというのが今ちょっと難しいので、頑張ってほしいですね、皆さんね。皆さんね、結構あの時のリングスをちゃんとまるっともう一度見たいっていうね、声は大きいんで、まあ、そこら辺の大人の事情というものが早く解決してくれればいいかなと思っております。UWF ルールですと、田村さんだけ、そのリングスとか UWF でバリバリやった頃というのは、まずはカードが決定して対戦相手が分かって、対戦相手を研究して、いわゆる他のプロレスの試合よりも試合のスパンっていうのは結構たっぷり取ってあったじゃないですか。だから対策とか、はい、専門の専用の練習とかができたと思うんですけども、はいはい、このトーナメントになりますと、さっきおっしゃったように誰が上がってくるかがわからない、はい、いわゆるその研究対策というものができないんですよね。そうです ね、もうぶっつけ本番ですね。あのでも特にね、リングスはもう世界各国からいろんな選手を集めてきたんで、あのもうその相手がどうこう、その癖とかデータどうこうっていうより、もう自分がいかに培った技術を相手の選手にどの刀で勝負するかって、もうその場で決めないといけないので、はい、
だから相手がどうこうっていうのも自分の練習をして相手にこうどういうふうに対応させていくかっていうことは、まあ僕自身は心がけていったんですけど。なるほど、確かに言われてみれば当時のリングス非常に個性的な、格闘家として個性的な選手がね多かったですし、はい、いわゆるトータルファイターというよりかは何かに秀でてる選手、はいはいはい、そうですね、はい、まあ、そういう方が多かったので確かに対策は立てづらかったかもしれません。さあ伊藤選手、はい、まあ、今回トーナメントにエントリーしました。で最初の対戦相手が松井選手、松井大二郎選手ということで、もちろん対戦するのは初めてですよね、はい、過去の試合は見て研究とかされたんですか。しようとして見たら1試合しかなくて、はい、でそれもそのプロレスじゃなくて1ラウンドで終わっちゃって1分ぐらいで終わっちゃう、あとなんかカウンターのワンパンチかなんかの終わる試合だったんで勉強にならなくて。ああ、格闘っていうの試合、はい、それは松井が勝った。はい、あ、勝ったの。でも秒殺みたいな感じで勝っちゃう。ああ、なるほど、はい、まあ参考にならない、ね、全然ならなかったです。それ以外が見つからなくて、まあそれ以外だと、まあ、前回のねカズ林選手の UWF ルールの、はい、そちらの試合の方は、はあの昨日、昨日、昨日配信の日だから生で見たのと、そうか、生で見たのだけ。生、実際に試合が行われたあの林さんと、はい、松井さんが収録された時の、はい、現場にいたということですね。現場で見た。なるほど、はい、はい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 。じゃあ研究は十分にできなかったけども、はい、どうでしょう、やっぱりあの松井大二郎を相手にということで、はい、自分の強い部分をぶつけていくとか、はい、イメージみたいなものっていうのは持って挑んだんでしょうか。持っていきました、はい、松井さんのその練習はあのご一緒させてもらったんで、得意な動きだったりっていうのはその頭に入れながら試合には挑みました。田村さん、はい、まあ、これから試合が始まるわけですが、はい、どういった部分、まあ、配信をご覧の方に注目してもらいたいなってありますか。これね、僕あの今日伊藤松井っていうカードをここに来て初めてこの進行表を見て知って、ちょっとあ、初めてちょっと見てみたいな、もう前向きな姿勢ですね。え、それまで前向きじゃなくて、いや若干後ろ向きなところもありました。そういうのを踏まえてですね、過去のね、この配信試合のアーカイブを見ていただけると、田村さんのテンションの違いというものが分かるかもしれません。さあ、では新鮮な気持ちで、今日の戦いを見ていきたいと思います。それではいよいよ UWF ルールトーナメント1回戦のスタートです。UWF 公式ルール。試合時間は30分、一本勝負で行う。勝敗はギブアップ、タップアウト、KO、レフェリーストップ、ドクターストップ、ポイントアウト、TKO、セコンドによるタオル投入、反則行為、試合放棄、ノーコンテスト。マイブロストポイント制。競技者の持ち点は5ポイント。時間切れの場合はポイント差で勝敗が決まる。ダウンとロープエスケープで1点のロストポイントとなる。ロープエスケープは選手の自己意志によりロープをつかむ、手首、足首をロープ外へ出した場合に認められる。その際はスタンディングポジションから試合を再開する。反則行為は頭突き、肘打ち、金的、噛みつき、頭髪を引っ張る行為、脊柱・脊髄への攻撃、ヒールホールド、スタンド・グラウンド状態での肘打ち、拳による顔面への攻撃、4点ポジションでのあらゆる打撃攻撃。反則行為があった場合、レフェリーがカードを提示する。イエロー・注意・減点1、レッド・減点1、失格。選手のダメージ、レフェリーの裁量により判断。さあ、まずは松井大二郎選手登場でございます。まあ、前回のカズ林選手との UWF ルールの戦いがグレートデビューとなりました。
や、この表情、この面構えに歴戦のもさぶりが出ております。まあ、田村さん、はい、松井選手にとってもこれはまたある意味勝負のリングということになるんでしょうか、グレートの舞台は。いや、勝負の、はい、リングだと思いますね、うん、まあ、やっぱり松井選手もだいぶキャリアを積んできて、で伊藤っていう、もう本当若手とやるので、うん、やっぱ下からの突き上げもありますから、そういうプレッシャーとかもやっぱりあると思いますから、キャリアも重ねて年齢も重ねてね、またこれからこの戦いの舞台でのし上がろうという、このやっぱハートの強さというかモチベーションの持ち方ってすごいと思うんですが、田村さん。うん、そうですね。まあ松井って結構やっぱり UWF、 U インター時代からフローリンなんで、はい、まあ、そういう精神的なあの力っていうのはすごく持っている選手だと思います。さあ、その松井選手と対戦いたします、グレートの伊藤孝則選手。こうやっていざ松井選手と目の前対峙したとき、どんな心境だったですか、伊藤選手。いやー、もうそうですね、自分緊張しましたし、はい、もう松井さんはそのいろいろ経験しているんで、もう自分の力全部ぶつけようという気持ちだけです。やはり平常心ではいられなかった、緊張というものがあった。はい、ありました。怖さもありました。怖い、はい。まあ多分でも田村さん、松井選手も怖いですよね、こういう戦いである以上は。うん、そうですね、はい、どちらかというとやっぱ精神状態でいうと松井の方がやっぱりプレッシャーを感じていると思いますね。さあ、始まります。レフリーは和田良学レフリー。総合の選手に5ポイントの持ち点があります。その5ポイント、ロストポイント制もあります。もちろん KO、TKO、ギブアップもあります。やっぱり伊藤選手としては、まあ、体がベースとありますから、はい、打撃で行こうというのは、はい、その最初からそういう気持ちでした。で、田村さん、はい、松井選手の方は、まあ、ベースは柔道なんですね。はい、はい、そこからいわゆる UWF、MMA と、はい、まあ、いわゆる総合格闘家としてのスキルを積み重ねていったわけですが、どうでしょう、伊藤選手が持っている打撃のセンスとですね、まあ、松井選手のこの持っているトータルの格闘家としてのセンス、今どういう関係性にあるでしょう。そうですね、松井の方はやっぱ打撃をすごくやっぱり警戒していると思うので、はい、伊藤でいうと、まあ、キャリア的に、まあ、打撃はできたとしても寝技に関しては松井には劣ると思いますから、まあ、この2人がどういう心理状態、考えを持って試合を運んでいくかというのがすごく参考になります。その出だしもね、最初冒頭で松井が下から重心を狙って、はい、まあ、横際でもあって、はい、まあ、伊藤も反応して逃げたんですけど、すごく入りが綺麗でしたね。伊藤選手はこのグラウンドに持っていかれた時の心境とかプレッシャーっていうのはやっぱり大きかったですか。いやー、全然松井さんがもう何枚も上なんで、僕はもうグラウンドに行くのは嫌がってました。ずっとタックルもずっと警戒してたんで。ということは、はい、まあ、タックル取られて寝かせられたら、なんとかして立ち上がろうという意識ですか。はい、そうです。なるほど。グラウンドで挑もうとは、全然松井さんには思わなかったです。まあ、このタックルのフェイント怖いですよね。うん、まあ、いいですね。効いてますね。はい。綺麗には入らせません。でもここから持っていく技術を持っています。松井大二郎、アキレス腱固め。嫌なポジションでもらってしまいました。まあ、ヒールホールドに移行します。だが、ヒールホールドはグレートルールでは禁止技となります。まあ、思わずね、やっぱ松井選手としても、あの足を見たらヒール行きたくなるんでしょうね。そうですね。あ、こ
これは膝十字ですね。なんとかディフェンスしようとします。松井大二郎としてはさらに足首も決めつつ膝十字、これは危ない。エスケープ、伊藤選手ロストポイント1です。さあまずはファーストポイントを奪われました伊藤選手、この時の心情。いやもう、まあ、まだ、まあ、焦りではないですけど、やっぱり1ラウンドじゃ全然かなわないなと思ったので。想像していた以上ですか、それとも想定内でした？想像以上です。想像以上、はい、お、今いい、一瞬クリーンではなかったんですが、そしてローキックを打っていく。まあ蹴りという形ですけども、やっぱローから崩していこうということでしょうか、伊藤選手。はい、もう打撃をして中に入らせないように。で、そういう伊藤選手の想定のもと今戦っている姿を見て田村さんどう思います？いや、すごい理にかなった戦いしてると。なるほど、ローで崩して、まあいわゆる散らして、まあ、ノックアウトを狙う、 KO を狙う、まあ、そんな想定もあったかもしれませんが、やっぱハイですか、本命は。そうですね、まああとちょっとカウンターじゃないですけど、はい、お、いや、グラウンドを決めさせませんね、簡単には。ただ、そうですね、決めさせないのがやっとってぐらいで。あ、でもこの足関節は再び取られてしまいます。どうしてもこの足を狙った時のディフェンスというものは難しいですか？そうですね、まだまだ勉強中です。はい、だがこれは決めさせませんでした。さあ再びのスタンディング状態からのスタート、すっと間を詰めてくる松井大二郎。さあ松井がこれインローを見せていきました。まあ多分これもタックルに入るための一つのチラシでしょうか。田村さん、やっぱり松井選手としてもグラウンドで決めたいという明確な意思があるんでしょうかね、この戦い方。そうですね、打ち合いになると、あ、ほら今いいミドルもらいましたもん。このミドル、足答えどうでした伊藤選手？入りましたね。入りました、はい、このやっぱローキックとハイキックでちょっとこの手をガードを上げたり下げたりさせて、ちょっとボディ空いてるのが見えたので、ちょっとこれは狙いました。なるほど、はい、さあダウンを取られて松井大二郎も1ポイント失って4対4となりました。さあ両足タックル。さあ、これはグラウンドの攻防、サイドを取っていきますが、伊藤も足をロックして完全にサイドポジション、ガードポジションを取って、あ、行きますが、おお、スイープしました。ここから、あ、危ないです、やっぱ腕十字狙ってきますね。仮に例えばグラウンド今スイープしましたけども、伊藤選手、はい、そのサブミッションを決めていこうというのは、やっぱチャンスがあれば狙ってはいたんですか？狙いたかったんですけど、全然そのグラウンドじゃもう、今のも一本背負いからすぐに腕十字、はい、さらに足を取っていきます。危ない危ない危ない、エスケープです。これでポイントを失いました。もうこのまま危なかったです。今のは、いや結構ちょっともう、はい、かかる寸前取られてたんで、結構ダメージありましたね。腕十字はもう伸びた瞬間アウトですからね。さあこれで気持ち的に乗ることができたか松井大二郎。どうでしょう田村さん、はい、松井選手としても、もうこれはグラウンドいけるぞという、ある意味確信抜いたものはもう、そうですね、グラウンド、あ、今10時、10時、これも10時も簡単に入りましたもんね。今必死にディフェンスしています。もう積極的に10時を狙っていこうという松井大二郎。これで3ポイント目。これ伊藤選手、決められなくてもやっぱ腕ダメージ、だいぶ肘来てました。2回目結構やばかったですか、はい、さあこれでもう1回エスケープダウン、おお、いい膝が入りましたよ。カウンターです。
今の膝は狙ってました。はい、狙ってました。狙ってたんですね、はい、ちょっとタックル何回も、はい、最初切れてたんですけども途中が切れなくなったりして、はい、タイミングちょっと掴んできたんで、はい、狙ってました、ね、さあここはラッシュをかける伊藤。ちょっと松井がローキック効かされましたね。かなりダメージを蓄積させています。さあもうこうなったら1点突破、伊藤が行きます。大物食いなるか。バックを取ったスープレックス、そしてお、なんとここでハーフボストンクラブです。あー、タップアウト。なんと松井大二郎を倒しました。やったじゃないですか伊藤選手。はい、なんか見てて疲れました。見てて疲れました。ご自身の試合をこういう形で見て喋るっていうのは初めての経験ですもんね。そうですね、うーん、松井大二郎にしてみれば想像以上にやっぱ足を利かされていて、最後あそこでハーフボストンに来るという想定はなかったかもしれません。悔しそうな表情を見せる。松井さん、次グラウンドが打撃が効かなかったら多分あのままもう決められて終わってたと思います。自分には打撃があるからこういう逆転、一発逆転引かせれたと思うんですけど、やばかった。グラウンドじゃ歯が立たないですね、まだまだ。まあ、もっともっと練習してグラウンドでも松井さんに負けず打撃を求めまして、次の決勝でもこの勢いで勝ちたいと思います。よいしょ。くそー、バンドトーナメントで1回戦敗退です。くそー、悔しい。グラウンドでは大変勝てた。蹴りがあんねくさなってくしょ。痛え。あー、でもグラウンドも、やっぱ、動きしてきましたね。かーくそー、もっと取れると思ったんですけどね。それより、ローが、効いて、痛いっす。はい。ちくしょう。空手出身。はい、やっぱ蹴り重いっすね。ちくしょう、悔しい。僕もね、ユーガラフで覚えた蹴りをね、もっと使いたかったんですけど、痛かった、重かった蹴りが。ちくしょう、悔しい。ああ、悔しい。グラウンドもあんなに奥にもらったね、ちくしょう。ああ、でも悔しい。もう一丁な、ほんと。取り替えます、はい。よいしょ。さあ、ということで、トーナメント1回戦は、あの松井大二郎選手を伊藤孝則選手が、最後はハーフボストンクラブでタップアウト勝ち。1回戦突破です。さあ、そして田村さん、はい、とても興味深げに、今の試合をじっくりとご覧になりました。うん、はい、いかがでしょうか。はい、面白かったですね。まあ、伊藤が勝ったかって感じです。ということは、はい、田村さんの予想を覆したと。いやいや、ちょっとまあこれが1回戦でしょ。で、2回戦決勝に出て、まあそこで優勝したかしてないかはちょっと知らないですけど、あんまり飛ばしすぎない方がいいんじゃない。それはまた小倉ことを言いますね。必死でしたよ。飛ばさないと勝てる相手ではないですよ、松井選手は。飛ばした方がいいね。格闘プロレスの戦い方、その攻め方、守り方の戦術はちょっと置いといて、はい、伊藤選手と松井選手と比べて、やっぱり伊藤の方がまだまだ全然若いので、スマートな戦いをしてたんですけど、スマートな戦いをしすぎてて、逆にちょっとつまんない感じなんで、もっとね、ガンガンいってもよかったかなっていうふうに、まあ、これはもう結果論で僕言ってるんですけど、ガンガンいくパターンと、まあ、今回のようにその勝ちにこだわる、その相手の攻撃をまあじっくり見ながらその対応していくっていう試合も良かったと思うんですけど、まあ、もう少しガンガンいってもいいかなっていう、もう一つのパターンがあってもいいかなっていう感じです。それはやはり、まあ、勝つことに越したことはないですけども、はい、まあ、その勝敗
と同等に必要になってくる部分なんでしょうか。そうですね、あのね、これ僕今は楽しいんですけど、うん、見て、ああよかった、いい試合だと思うんですけど、多分ね明日になってると忘れてると思うんですよ。まして1年後に伊藤と松井こんな試合あって伊藤選手が勝ったんだよって言われても、あ、その試合あったっけなみたいな感じになっちゃうので、だもう一つその自分をこう前に飛ばした試合になると、どっかしらワンシーンはね残ってると思うんですね、明日も1年後。だまあこれは何が正解かって分かんないんですけど、そういう今僕はもう後出しでこう意見をどんどん言ってますけど、まあそういうパターンもあるんじゃないかなっていう田村選手のご意見になります。はい、まあ、私はファイターではないので想像で話をしますが、いわゆるそのファイターとしての部分とプロフェッショナルファイターとしての部分みたいなものが両方必要になってくるということでしょうか。そうですね。さあ伊藤選手、はい、まあ、こうやって改めて自分の1回戦を見て、まあ、田村さんの今の意見を聞いた上で率直なお気持ちを。僕的には全力でやっぱり行ったつもりなんですけど、まあ、そう言われてみて試合を見たらやっぱりまあそうですね、もっともっとがむしゃらにいけたかなとは思います。やっぱりでもそのタックルとかグラウンドを警戒してちょっと慎重になってしまったっていうのはやっぱり見て分かりました。まあ、この後いよいよ決勝が待ってるわけなんですけども、はい、まあ、それはもう十分に意識した上で、まあ、肘にも不安が残る中、はい、まあ、これから誰が上がってくるか分からない状態でどんな心構えで決勝戦を待ちましたか。あ、もう1試合の試合をちゃんとじっくり見て、うん、対策じゃないですけど、その自分の気持ちを高めていこうかなと思いました。はい、伊藤が今27歳なんで、はい、27歳でキャリア、プロレスのキャリアで 3年ぐらい、4年です。4年、はい、4年でこの年齢でってなると、こうもっと飛ばせっていう意味で飛ばした方がいいと思うんですけど、はい、すごくもったいないのはやっぱ誰かね、壁があった方がいいよね。だから今回で言うと、身近な壁とは松井さんだと思うから、これを簡単に突破しちゃうってことは、いい面もあるし、なくすものもすごく大きいから、はい、まあ、こういう表現で多分伝わるかどうかわかんないけど、まあ、飛ばそう。はい。はい、お願いします。さあ、そしてまあ敗れた松井大二郎選手ですが、まあ、コメントの方ではね、まあ、特に目立ったのがやっぱ悔しさ、悔いが残るという意味で、やっぱりあれほどのベテラン選手でもトーナメントの怖さというものを、まあ、この1回戦で味わったわけですが、松井選手の戦いは田村さんいかがだったでしょうか。まあ良かったと思いますね。やっぱまあちょっと慎重になりすぎてたのもあるんですかね。あの悔しさだともう一回 UWF トーナメントなり、もしくは UWF ルーでの伊藤選手とのシングルマッチ、これも避けられない状況だと思いますので、また2人の戦いというものがまたいつかどこかで見られるかもしれません。ここで次回公開されるグレイト実験マッチの対戦カードを紹介いたします。何かありましたか。これ1試合1試合の放送ですよね。そうです。確かね、はい、今回トーナメント1回戦、伊藤対松井、はい、今日の試合で、トーナメント1回戦のまた別の1回戦というのは、また違う日、次回です。1週ですね。はい、なるほど、分かりました。はい、さあ、その田村さんがおっしゃったように、次の戦いでございます。トーナメント1回戦第2試合、UWF ルールシングルマッチ30分一本勝負、渡辺壮馬 VS 飯塚優。次回は UWF ルールトーナメント1回戦の第2試合となります。渡辺壮馬選手に対するは今年の1月1日グレートに入団した飯塚優選手です。ついにグレートのリングで初の試合となります。それでは皆さん、次回のグレート実験マッチを楽しみにお待ちください。田村さん、伊藤選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。解説田村清、伊藤貴則、実況村田春夫でお送りいたしました。それではごきげんよう。さようなら。